みかんさんからの質問です。子供が絶対無理という場合、どう声かけをすればよいでしょうか。アドラーは子供を褒めない方がいいと言っていた気がするのですが、ポジティブに返すのは良いでしょうか。ポジティブのネガティブっていうのも非常に重要なエッセンスなんです。ちょっと簡単にお伝えすると、無理に自分を鼓舞しすぎたり他人を励ましすぎるのはポジティブじゃなくネガティブなんです。本当のポジティブっていうのはあるがままの自分を認めていくのがポジティブです。だから俺ってなんてダメなんだ、それも俺だよっていうのが自己肯定です。自己肯定感っていうのは、よし俺はできるんだ、俺は自信満々なんだっていうのを皆さん自己肯定感の高い人というふうに思いますけど、無理してるだけの人なので何も考えない楽観主義者なんです。で、結果としてはあまりうまくいかない場合もあります。うまくいく場合もあるんだけど、きちんと努力した上で俺はできるっていうふうにやってればいいんだけど、絶対合格する、絶対合格するって毎日100回言って勉強してなかったら絶対合格しないでしょ。一生懸命勉強した上で絶対合格するっていうのはいいと思うんだけども、今の自分を肯定することが真の自己肯定であり真のポジティブ思考なんです。なんだっけ質問が。子供が絶対に無理という場合の声かけ、絶対に無理、じゃあどこまでならできるっていう風にしたらいいと思います。例えば飛び箱5段飛んでみよう、だ絶対無理、じゃあ何段なら飛べる、3段なら全然楽に飛べるよ、4段は3回に1回ぐらい失敗してるけど飛べるよ、5段は絶対無理、じゃあ4段でちょっと練習してみようっていうことです。最近私の YouTube でもよく言うんだけど、目標が高すぎる。お母さんお父さんも子供に対する期待という目標を上げちゃってるので、 100% できるところっていうのがあるはずなんです。皆さんの仕事とかでも同じです。だから一旦 100% できるところまで立ち返って、よしできたぜ、じゃあそれよりちょっと難しいと、ちょいムズっていうのが一番人間本気を出すので、脳の応援部隊が出るので、4段から5段に行くときがちょいムズで、5段無理だとしたら4段で練習しておけばいい。ちょいムズのところに行くようにするっていうのがやっぱり究極の成功法則です。皆さん方は目標が高すぎるので脳がノーというサインを出してるんです。あまりにも無茶すぎる目標とか計画を立てちゃうと脳がノーのサインを出しちゃうからシャットダウンしちゃうんです。だから適度な目標を自分に課す、そういう風に子育ての場合で言うとギリギリできるぐらいのことでやってみようねっていう風にしてれば、うーんそれだったらできるかなっていうところを引き出して、そこまで下げてあげればいいので、そしたら絶対無理っていう風にはならない。なのでそれを何でもいいんですけど、難易度でもいいし、1日でできないなら3日かかってやってもいいし、時間とか質を下げるとか、どっかで目標やハードルを下げていくと必ずできるところがあるので、一旦 100% できるところで自信をつけてもらって、ちょうどイムズに挑戦するっていうのはとてもいいやり方かなと思います。今日の動画はいかがでしたか。あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。